はい、では、正面に来た、レシーブの練習をしてみます。はい、では最初構えて、しっかり構えて、体重前にして、はい、いいですよ。はい、当てるだけ。もうちょい一歩下がって、はい、下がって、はい。でもうしっかり上げたら出すだけ、出すだけ。はい。はい、でその時に体重が今は下にかかってるから。行ってしまったけど、体重はできるだけ 前足に。でその時に、はい、構えて上半身だけが前にかがまないように注意します。はい、このまま手を出すだけ、はいはい、手を出すだけです。はい、もうちょっと下がって、近い近い、はいはい、そのまま手を出すだけで、この時に今後ろの足に重心がかかってしまっていたので、必ず一歩前にある方の足に、最初構えているときはどっちに来るかわからないので、だいたい同じぐらいの方に体重かけますが、最後にレシーブしたときは必ず前にある方の足に重心をかけます。はい、はい、いいよ、しっかり、そうそうそう、はい、今後ろの足に重心かかったやろ。はい、しっかり 前の足に重心をかける、はい、前にかけます。もう何もせんと意識してやろうか、意識せんとやろうか、はいはい、でこの時に今正面の基本のレシーブなので、しっかり足幅の間で必ずレシーブをするようにします。はい、そうです、はい、あともし体重をしっかり前にかけてほしいので、取った後少し前に出ても大丈夫です。はい、少し、はい、取ったら前に出る、そう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 、今のでいいよ、今のでいいよ、はい、はい、しっかり構えて、はい、そう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 、はい、オッケー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 、はい、うん、はい、しっかり重心かけて前にかけて前に、はい、もう少し、はい、しっかり構えて、もう一回、はい、一歩前に出ようか、はい、一歩前に出ます。取ったら少し前に、で今だったらターゲットはまっすぐ向きたいのに手が向こうに向いてたから、そのまままっすぐ飛んでしまったから、ちょっと横に行ってもしっかり足を重心かけて、足を少し出したときは足まっすぐでしっかり足幅の間で取ります。で少し体重前、体重前にかけて、そう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 、はい、はい、肘前出して、はい、はい、はい、肘前出して、はい、ちょっと前行こうか、前、あ、違う違う、取ったら前、はい、しっかり、はい、はい、当てるだけ、しっかり前に、はい、はい、以上のようにしっかり足の幅の中で正面で取る、でおへそを、つま先をしっかりターゲットに向けるということを意識して基本の練習を行ってください。